人質は、交渉を有利にするために、人の身柄を拘束することや、拘束された人を指す。および、金生以前、借金の担保として、人身を仕入れすること。また、制約の保障として、妻子や親族などを相手方に留めておくことや、その対象も、人質と呼ばれた。メディアを再生するテロ対策訓練ジャンポール・ローランス。人質歴史上しばしば見られる。 国交上の必要に応じて要求される、高い身分を持つ人質は単純な被害者とは言い切れない。人質に選ばれるのは王子など有力者の指定であり、その人物は必然的に将来の指導階級となるだけに、これを厚遇して、好印象を持たせることは保護国側にとっても重要なことであった。人質とその一行は現在での大使館にも似た、外交施設とも言えるかもしれない。 そして最重要国中枢の姿を間近で見て知り尽くすことができることも大きな利点である。特に古代ローマがそうであった。人質の滞在先は慎重に吟味され、元老院議員等の有力者の家でその指定とともに、学友としてローマ式の教育を施され、留学生ともにた境遇となる。こうしてローマ神派として育てられた人質が帰国して指導階級となり、 親ローマの立場を取ることで円満な外交関係が築かれることはまさにローマの望むところであった。さらに人質時代に築かれた人脈はその関係を潤滑にする。それはローマ以外のどの国時代でも似たものであったろう。関係断絶の際にその立場は生命の危機も含む困難なものともなるが平時にはその立場は悪くはないものであった。古代の東アジアにおける 人質は約束の証拠である。王権官の特別の就効決演に際し、名約に伴う国際的儀礼の一環として、王の謹慎のものを一時期提供する。政治的手段の性質があり、戦略的色彩が濃い。人質を送ることは、服属を意味するものではない。人質が保障の意義を持つことは、一般の質の目的と共通である。日本の近世においては、 大名が抗議への中誠の証として、自らとその重臣の家族を、証人として、大阪や江戸、京都の屋敷に住まわせる観光があった。漢文5年に重臣については、承認制度が廃止され、大名の祭祀については、幕末の文久2年うるう8月22日に、廃止された。1936年パレスチナのアラブ反乱の、祭に取られた。 アラブ側の攻撃を避けるためのイギリス軍の人質戦術。走行列車の全車両に二人のアラブ人が乗せられている。プレディアル30日のクーデターの後、総裁政府は、いわゆる人質法の制定に動いた。これは、反革命者の身内を拘禁し、管理や軍人が処罰されるごとに人質を処罰するというものであった。ナチスドイツは占領区域において、 この人質政策を取り、ユダヤ人やレジスタンスなどの人質を拘禁した。ドイツ側の人員が殺傷された場合には、これらの人質は殺害された。ナチスドイツ占領下のフランスでは、この措置が頻繁に行われ、マルク・ブロックやガブリエル・ペリなど多数の人間が処刑された。これらの行為は、ハーグリク戦条約50条で禁止されている。 スワット犯罪事件において犯人が人質を確保し要求を行うことはしばしば見られる。日本においてこれらの行為は人質による強要行為等の処罰に関する法律によって禁止されている。人質事件が発生した場合、当局は人質救出作戦において人質の生命を最優先に犯人側の要求を飲むか人質に多少の犠牲が出ることを覚悟で犯人側の 身柄拘束、殺害を試みるかの選択を迫られる。日本政府は1977年の脱火日光機ハイジャック事件において、前者の立場を取り犯人側の要求を認めて、長報機的措置を取って収監されていたテロリストを解放した。この措置は国際社会から強い批判を受けた。後者の立場を取る場合にも通常の警察力だけでは対応できないことが多く、 専門の訓練を受けた警察官あるいは軍隊によって専門の部隊が構成される。一方で人質事件においては犯人に対して人質の解放や待遇改善を求める交渉も重視される。政治的要求の場合は犯人との間の仲介者や仲介者の支援者も重視される。テロ事件の場合は要求相手と直接関係ない第三者を人質とするケースもしばしばある。 人質救出作戦を行う部隊名を挙げる。ただし、特殊部隊の多くは人質救出作戦を含めた様々な作戦を想定、遂行しており、それらすべてを挙げることは冗長となるため、主要な部隊名に限って羅列する。特殊部隊の一覧も参照のこと、日本警察特殊救州部隊特殊事件捜査係愛知県警察サットが、 愛知長久手町立てこもり発砲事件に、投入イニリス陸軍特殊空挺部隊、中英イラン大使館選挙事件に投入ロシア、連邦保安庁アルファ部隊、モスクワ劇場選挙事件に、投入アメリカ合衆国警察、スワット、連邦捜査局人質対応部隊ドイツ、連邦警察局、GSG-9 ルフトハンザ航空181便ハイジャック事件に、投入、 ありがとうございます。